モード。J リーグモード。サッカーを愛する皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。暗闇の中にポツンとこのスタジアムだけが異様に光を放っています。6勝0敗、白星先行でチーム状態も上々のようです。ベルマーレ中盤戦への入り口なんですが、調子よく首位に躍り出ています。解説はビクトリーゴール96でおなじみの木村和司さんです。どうぞよろしくお願いします。お願いします。上がってきました。アビスパ前線を走らせます。シモン、どうだ、これは決まった。さあもう一度見てみましょう。よく決めました。いいゴールです。アビスパキックオフで再び試合が始まります。野口、自分で切り開く。もっともっと周りをよく見てチャンスを広げてほしいですね。これはどうです、行くの、シュート。ここで抑えて攻撃を仕掛けたいところ。中盤ちょっと強引かな。ここはゴールのチャンス、中央に上げたい。どうだ、これは決まった。さあもう一度見てみましょう。決めたのは鳥町。ディフェンダーのチェックが遅れました。ベルマーレ中央から攻め込まれています。際
今日の試合展開はいいんじゃないですか。もう今日は安心して見ていられますね。タッチライン終わりました。ボールはゴールライン。ベルマーレ大ピンチとなりました。シュート。木村さんはどうご覧になりますか。まあフィニッシュまで行って終わってますからいいと思いますよ。どうなってるんでしょうね。ベルマーレ2点をリードしています。今日は非常に調子どうだ。蹴った。ここで抑えて攻撃を仕掛けたいところ。厳しいチェックですね。高田これからどう展開していくのか。手元の時計で前半まもなく30分になろうとしています。中盤にどうつないでいくんでしょうか。あるいは中盤を省略。蹴った。決まった。やはりゴールを奪うんだという気持ちが勝ちましたね。さて今のをリプレイで見てみましょう。高田フィニッシュを決めることができました。まあ得点を取るときはやはり相手を崩すことが大事ですね。キックオフで再び試合が始まります。あっと中央から突破されてしまいました。厳しいディフェンスですね。いかがですか木村さん。あれでファウルを取ってもらえ。シュート。ロペス。ディフェンダーにとってはショックでしょうね。このゴールもう一度リプレイでどうぞ。このゴール決めたのはロペス。このゴールですが木村さんいかがですか。これを決めることが他の10人からの信頼を勝ち取ることになるんですよね。アビスパキックオフです。パスを叩くのか。ベルマーレこのリードは相当。蹴った。野口ゴール入った。入りました。ゴールイン。リプレイが出ました。では見てみましょう。チャンスをものにしました。まあいい感じじゃないですかね。アビスパキックオフです。ここで抑えて攻撃を仕掛けたいところ。サイドから展開してきた。ピンチになりました。危険なスペースが空いてましたね。危ない。どうだ。シュート決まりました。もう一度このゴールを見てみましょう。まあ、シュートも良かったんですかね。フリーでやらしちゃいけないですね。ベルマーレキックオフで再び試合が始まります。前線にどのようなボールをフィードするのか。これはどうです。今ホイッスル。ここで前半終了。
後半が始まりました。岩本、クロスボール、上げるチャンスだ。いけた。岩本、ゴールイン。ああ、リプレイで出てますね。岩本、フィニッシュを決めることができました。よく決めたね。キックオフで試合再開です。関、じっくり様子を見ます。ゴール前、選手が上がってきている。関、シュート。決まった。リプレイが出ました。では見てみましょう。いいシュートです。どうですかこのゴール。やはりよく練習してるんでしょうね。アビスパ、キックオフ。さあここはどう守る。このプレーはちょっと危険。今のはファウルだと思いますが。ベルマーレ、中盤でボールを押さえておきたい。キーパー飛び出すか。おっとこれはファウルか。ちょっと当たりに弱いですね。これはどうです。いくシュート。岩本、決まった。非常に気持ちのこもったプレーですね。ああ、リプレイで出てますね。最後に決めたのは岩本。取れる時に取っておく、これが勝負ごとの鉄則ですよね。アビスパ、キックオフで試合再開です。逆襲です。ここが勝負と見て一気に上がるべきでしょう。現在の敵蹴った。ゴールイン。まあわしはあのぐらいできたんですけどね。さあもう一度見てみましょう。アビスパ、キックオフで再び試合が始まります。さあここはどう守る。もっともっとチェックを厳しくいってほしいですね。ディフェンダーの動きに注意ですね。手元の時計、後半間もなく25分になるところ。どうだ。入った。ゴールイン。ああ、リプレイで出てますね。まあシュートも良かったんですかね。わからん。ベルマーレ、キックオフ。ポジションチェンジをするのかな。いいですよ。さあここで手元の時計、後半間もなく30分になろうとしています。中で待っています。センタリングのチャンスだ。ゴール前にボールが上がる。なかなかいいボールだけ決めんとお前。さあここはどう守る。手元の時計で後半間もなく35分になろうとしています。田坂、早い押し上げ。さあここで
ボールをコントロールしきれませんでしたね。残り時間がありません。パスを叩くのか、ん？ファールになるか。まああれはファールをわざともらいに行ってますからね。まあこの辺は審判よく見て。シュート！シュート！ちょっと体勢が崩れましたか。シュート外れています。ゴールキックに変わりました。シュートどうだ？でき、ゴール！さあもう一度見てみましょう。キーパーわずかに及ばず。どうですかこのゴール。取れる時に取っておく、これが勝負ごとの鉄則ですよね。キックオフで試合再開です。うまくコントロールができなかったようですね。さてゴールキックで試合再開です。ようやくホイッスルが鳴り試合終了。ベルマーレ、このゲームをものにしました。中盤に向けて明るい展望が開けています。勝って首位なんですが、まあ中盤への首位固めとしてこの1勝は大きいですね。解説は木村和司さんでした。木村さんありがとうございました。ありがとうございました。実況は金子和彦でお送りいたしました。それでは皆さんまたお会いします。ごきげんよう、さよなら。どうも失礼しました。